東部赤目赤目は、鈴木目、赤目化に分類される魚の一種。西日本の太平洋沿岸だけに分布し、河口などの寄水域によく侵入する大型の肉食魚である。別名は、メヒカリ、ミノウオ、マルカ、カワヌベ、オキノフナ、オキノコイなど。なお、赤目は、金時代類また、メヒカリは、青メソ類の方言呼称など、 他の魚を刺すことがあり、注意を要する。生魚は全長1メートルを超える大型魚である。生魚の体は一様に銀白色で、背中側はやや肺褐色がかっている。一方、養魚は黒褐色で額に紅白色の縦線、体側にも紅白色の横縞や反転があり、生魚とは外見が異なる。顔つきは鈴木に似るが、 背中が大きく盛り上がっていて体高が高い。目は通常は他の魚と同様に黒いが、暗い場所で光を反射すると角度によっては赤く光り、赤目の和名もここに由来する。金縁種にバラマンディエルカルケリーファーがいるが、バラマンディの目は金色に光る。また赤目の尻びれは2番目のトゲ状が一番長いのに、対しバラマンディでは3番目のトゲ状が一番長い。赤目と バラマンディはかつて同一種とされたこともあったが、片山正夫と滝康彦によって1984年に別種として記載された。黒潮に面した西日本の太平洋沿岸域だけに分布する日本の固有種である。種ヶ島、薬島から静岡県まで記録があるが、主な分布域は宮崎県と高知県である。生魚は沿岸の浅い海に生息するが、川口や、 内湾の寄水域に頻繁に侵入することが知られる。これは餌を探す他にも、浸透圧が低下する寄水域で体についた寄生虫を弱らせて落とす目的もあると考えられている。植生は肉食性で、主に小魚を捕食する。本種は夜行性で警戒心も強く、夜や雨の日に寄水域へ侵入することが多い。産卵については、 よくわかっていないが、夏に海域で産卵すると見られる。稚魚は、寄水域に集まり、コアマモなどが生えた藻場で生活する。稚魚や幼魚は、藻場で頭を下にしてとどまる習性があり、小魚や甲殻類を捕食して成長する。釣りや低地毛などで漁獲され、食用になる。身はスズキに近い白身で、刺身や塩焼きなどで食べられる。また、大型肉食魚だけに、 釣りの対象としても人気が高い。2016年6月3日、高知県高知市の裏土湾で、重さ39キロ、全長131センチの赤目が釣り上げられ、日本の固有種であることから、これが重量としては、世界記録と見られている。しかし戦前から川漁師を営んでいる者の,の中には、人の背丈くらいあった。等という証言がいくつも聞かれる。 絶滅危惧 i イビールイ分布が狭く生息数も少ないため各地で保護活動が行われているしかし希少価値があるために稚魚が密漁されるほか環境汚染や海辺の開発などで稚魚の生息地となる藻場も消失している環境省レトリストでは1991年版で希少種1999年版では純絶滅危惧だったが2007年版では2段階上がり 絶滅危イビー類として掲載された。また2006年には宮崎県が指定気象野生動植物の一種として赤目を指定し捕獲などを禁止した。これは日本カモシカ等と同じ扱いである。高知県も同様に指定しようとしたが釣り人らの反発にあい、指定には至っていない。赤目族、レイティス赤目ド貴族ソモペカ。ありがとうございます。